はい。おはようございます。チューリップリンセスです。えっと、年末年始の、えー、っと、プリ散歩、東京グルメ、イエーイ。えっとですね、今日は、あの、昨日、えっと、いただいたものをご紹介したいなと思います。あの、昨日ようやくですね、王子が無事に、 帰還いたしまして <laughs> 戻ってまいりましてねあのようやく1人ぼっちじゃなく2人でねあの外食というかねご飯をいただくことができてあのよかったですでなので今回はソロ活ではなく2人でいただいたものになるんですけれどもこちらのお店におそばを食べに来ました こんな、あの、年末年始の特別メニューもありました。ズワイガニと大エビの天ぷらそば2750円 <laughs>。結構いいお値段ですね。約3000円もしちゃうお蕎麦なので、あの、高級だなというふうに思います。でもこれも美味しそうですね。天ぷら、だからカロリーがちょっと気になっちゃうんですけれども、美味しそうだなとは思いました。 はい。で私はね、こちらの、えっと、マグロの山掛け、1160円を注文しました。そして、えっと、え真ん中の方にある、卵焼き関東風だし巻き、1020円も注文しました。はい。えっと、そして、えっと、お蕎麦なんですけれども、お蕎麦はこちらの梅おろし、紀州、紀州梅を使用して、 したっていうのですねこちら1740円ですね。こちらを注文いたしました。えっとね、王子はこちらの温かいお蕎麦の、えー、鴨南蛮。ちょっとごめんなさい、お値段が見切れてるんですけれども、多分2000円ぐらいですね。合鴨塩。こちらを注文しました。こちらの鴨南蛮そばもねあのた、美味しそうでしたね。 また食べてみはいえっとお膝の上にはこちらあのちょっと大きめのえー、っと特価のかわいいですねこれもあのなんかこんな風に格子,格子柄みたいになっててそこにポン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 ってつなぎ目のところにおリボンがあってねかわいいなと思います。 はい、これはマグロの山かけが来ました。こちらもね、とろろが乗っててね、美味しかったですね。わさびもちゃんと、本わさびのすりおろしわさびがたっぷりと乗っていて、結構美味しかったですで。あ、こちら、ごめんなさいね、言い忘れたんですけれども、もずくですね。もずく。書いてあったかな あったもずく710円ですね。710円のもずくしも頼みました。こちらもなんかね、あの、ちょっと太めのもずくで、あの、薄味な感じでしたね。これですね。でこちらが、えっ、ー、と、マグロの山かけになります。山かけそばもいいですね。 こちらが、えっと、卵焼きになります。これもね、あったかい状,況状態で提供されてねあの、結構美味しかったですね。甘めな感じでしたね。おそばにね、添えて一緒に食べたら美味しかったです。でこちらが、えっと、私が頼んだあのおそばです。これもねあの、だんだん食べ進めるうちにどんどん美味しくなりました。最初ちょっとあれ おそばがふあのいつもより固めかなと思ったんですけどもでも結果のすごく美味しくいただけましたこんな感じで、ね、ちょっとお店の方がのサービスでえっと大根おろしを増量してもらったんですけどもこれはちょっとなんかあの私が本当は辛みそばが食べたかったんだけれどもちょっとこの期間年末年始でそれがなかったのであの特別にちょっとやっていただいた感じなのであの 増量してもらえるっていうものではないのであのご了承ください。